こんにちは、大チャンネルの時間がやってまいりました。今回はですね、大チャンネルレディオのスタジオですけども番外編です。紙を使いまして絵しりとりをやっていきます。みんなで絵を描くっていう企画です。ですからね、今回はそのゲストを紹介いたしましょう。それではどうぞ、リフト君。こんにちは。はい、出てきました。おなじみのメンバーです。それと、アラさんももちろんいます。イエイ。絵には自信あるからね、僕ら。そうだね。いや、まあ大ちゃんには負けない。何週とか切れる？何週？5週。長いね。じゃあまず、最初の文字はどうしましょう。た。おお、すごい。なんでわかった？たったこいつら、こいつら。じゃんけんじゃんけん、順番、じゃあ、こう。そうね、よろしいでしょう。うわ、緊張するやん、もう。カメラの前で絵描くなんて初めてだよ。1分以内に。工作はあるけどさ。1分以内に描く。1分以内、そんな待ってよ。そんなさ、急かされたら困るって、まず、ちょっと待ったんでしょ。見方がいいな。はい、できました。早っ。たです。ズバリ、これ。はい。やばいな。もう、ゲーム終わるぞ。もうゲーム。真面目にやってる？それ。やったよ。終了ーと。待ってよ。腹立つよ、マジで。なんで？あ、これで。え、わかった。いや、ちょっとわかったもんして、それ。え？ちゃんと書けって、お前。もうちょいあるだろ、お前。ふざけんな。俺わかった。あ、わかった。そういうこと？うん。全然これじゃない。どういうこと？この線がわからん。うん、地平じゃん。はぁ？でも、ほら、この上に、それ、こういうことやん。地平線にこれ？太陽ってこと？で、なんで地平線あんの？いや、だからそうした方が分かりやすいかなって言って、丸だけ書いたらさ、地平線に玉、玉ってこと？地平線っていうか、こう机の上に転がっとるってイメージだよ。だから、もう一回、じゃあもう、たから始めるの？た変えるわ。何？は。は？うん。いや、わざとだろ、それ。わざとやんな、これ。マジこれやん。むかつくわ。いらんわ、そんな。は、はから始まるもの。お、はい、これならいいでしょ。何にも分かんない、これ。わかる、それわかるかもしれない。わかる？うん。わかった、もう議論なしで、もう思うやつ行こう。ん？ですね。僕の絵はこういうことになりました。まずい。わからん。これが？俺の中では。これは、通らんのよね、これ。何これ？僕はこれだと思いました。え？あ、でももう、繋いどりゃそうなるわ。すごいぞ。こんな感じかな。レベル高えわ。絵がでけえな。てか、はい。お前これうんついとるやん。あーちょっと。お前これ描いたから描いたけど、お前これバカやん。これなしなしなし。もう一回見て。もう一回見てこれ。言わないですけど、わかるでしょ。言うの。負け。最初からでもこれ。もう一回やんの。5周できるまでもう終われんの。答え合わせしようよ。じゃあまずね、答え合わせね。お前何これ、まず1個目。これハサミ。ハサミ？うん。手元なんでこれにした？いや、指突っ込むさ。丸にしとけよ、お前。木の枝みたいだと思う。俺、葉っぱかと思った、これ。リベンジ、リベンジしよう。リベンジ、早い。じゃあ次のお題は？わ。ん？わ。おー、うまい、うまい。あ、うまいじゃん。うまロゴみたい。ああ、そうですね。頑張って、分かってこれ。ん？はい。あ、でもね、僕のよ。頑張った。かわいいな。頑張った。ドラクエのなんかモンスターみたいな。やっぱりね、やっぱりね、僕もさっき地平線って言ったんですけどね、こういうね、わけわからんもの書いちゃうんですよ。サニーですよね。あ、ちょっとなんで。ツヤ具合まで。ツヤ具合。そんな男は。はい。はい。やばい、もう全然わからんみたいな。え、うまいの？うまい。いやー、分かってくれる人がいた。うまいね、これ。お、いいね、これ。リュクトン、描くの早い。俺、結構考えちゃうね。やべえ、俺、絵うまくなっとるわ。おはいよ。あ、うまい。あー、はいはいはい。めっちゃうまいね。めっちゃうまいね。はいはい。あるやん。おいや、あるんだよ。あと10秒。あ、わかんない。もういい。じゃあもういいよ。わかった。もういいよ。やっぱね、人間ね。いや、俺、しかも、しかもやばい、俺。終わった。お何書きながらそういうこと言うんだよ。お前10秒とか言うからよ。ああ、はいはいはい。なんで分かった？ナイス、ナイス。見せろ、見せろ。はいはいはい。焦ったわ。全然分からん。キャラクターめっちゃ楽しそうや。これ、ちょっと焦った。もう無理だ。俺はこれ分かるわ。もう思ったのでいくわ。全然分からん。
ない、テレフォン使いたい。誰に電話するんだって、誰に。あ、じゃあサーチ使うか、サーチ。サーチまだテレフォン使わない。そっちの方がお前、ちどやんけ。いや、おい、このもうめちゃくちゃな Google サーチ。なんでマリカ。サーチ使うわ、俺の能力であるで、これサーチ。そうだな、ずっと見て模写したから。そう、それをさ、そのあ、もう、携帯置くよ。書くとき置いて。使ったら。分かった分かった。これさ、細かすぎて逆に分からなくなるかもしれない、こういうの。あの、あったかいですね、うん、これむずいね。むずい。あー、なるほど、うまいじゃん。マジで分からん、もうまたサーチ使いたい。サーチじゃねえんだって。想像力だよ。じゃあ1個ずつ考えて。いや、なんか無人島みたいなイメージ。え、だからそれは、じゃあこれ分かってないってこと。これ分かったよ。うん、これならん。こんでも分かってる、これ。うん。でも今自分で言ったのにさ、むずいね、絵で伝えるって。これ3文字やん。うん、うん。で、これならんの。あれだって、もっと概念的に考えて。これの概念、概念っていうかさ、もっと でっかく考えてさ。この波々が何なんだろうとか。海でしょ、これとか。そうそう、だからこれ一本の木やろ。うん、無人島だって。だからそれはアイランド。だからそれは日本語で言うとアイランド。だからそれを日本語で言うと。めちゃめちゃ言ったね、今。めちゃくちゃ。なんでそっちにさ、急に人がおらんことをさ、強調してさ、俺人変えた方がよかったんか、俺。これはね、リクソがね、バカだわ。いやいやいや、もうこれね、見とる人、ちょっともう一回見てごらん、ほんとにさ。あー、全然わからん。いや、お前分かってる。ほんとに分かってる。俺はお前分かってる、そういう演技だろ。演技じゃねえって。いや、お前そういう演技だろ。ほんとに分かんない。でもこれの言い方が分からんの、多分。言い方も何も。お前日本人じゃねえ。無人島しか出てこない。なんで無人島が出てくるの。アイランドばっか出てくる。お前さっき離島とか言っとったかよ。じゃあ他の言い方なんかないんか。え、もう分からん。もう観念的な、なんていうの、どっから見るかだって。どっから見るか。違う、これじゃ何。え、いや合ってるよ、お前合ってる。え、最後さ、うん、点ついて終わる。最後の俺は点ついて、相手がいかんけどつかん。じゃあもうわからん。あ、ちょっと待って。じゃあもうそっから繋がってないの。え、だってこれからこれがもうこれ。え、でもこれさ、これ春でしょ、春。え、あ、え、あれちょっとおかしくない、もういい。ね、これもわからん。わかった、わかった、じゃあ、わかった、これをわかるようにするわ。いい。だってこれわかったら多分これわかるわ。それわかったら、それわかる。でも春ってことはわかったの。で、春やん、これ春に生えとるやつやん。うん、で、これダメだ。あれこれちょっとやらかしちゃいました。絵的には繋がってます。もうサーチしとるな、お前。今しとらんわ。サーチしとるな、お前。早くしなさいよ。せかすなって、お前人の番だからって、お前。さっきお前あんなんな撮ったくせに、お前。もう変な来るかもしれんけど、おーみたいな。これみたいな。14 13。あー、僕これ書きました。わ、これむずいな。めちゃくちゃ。あ、わかった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 。これ、これ。え？え？あ、あ、繋がっとるわ。これです。あ、違う動物が出てきた。そうです。こっから、これからの。これからの。これです。これ。これ。これな。はい。あ、はいはいはい、わかった。いける、いける。わかった、わかった、わかった。わかった、おー、よかった、よかった。これっすね。これで、俺まで回ってきたらもう、勝ちだ。勝ち。待って、しかこれ、ないんだって。あー、音はなんもない。書くべきだった、これっす。何書いた。でもいいんだよ、これ。分かっと、分かっとなんだろう。うん、分かる。でも、もう募集したい。おー、はい。なんだこれ。じゃあまず僕が一番最初に書いたこのホットドッグみたいなやつは。じゃあどんどん言ってってくださいね、これ。はい、まず、俺は僕持とうか。あ、そうだね。それ影がね、出るんだね。はい、はい、これこれ、ワニです。ワニ、ワニ。ニニワトリ。おお、これね、リンゴ。ゴ、ゴミ箱。ゴミ箱。コ、コ、コマ。コマ、ま、俺これちょっと当てたいな。これですね。ヒントちょうだい、俺当てた。これね、飲み物。まあそれパックだからね。マンゴージュース。違う。マミー。うん。え、わからん。マミーやん、これもう。わけわからん動物いっぱい俺やん。マミーは。ミミズ。ミミズでしょ。うん。で、ズやん。頭蓋骨。え、頭蓋骨あっとるやん。え、これ、俺言っていい？思ったやつ。うん。ツツジ。はぁ？
タンポポ。あ、もう違うって。こいつ名前知らんのだ。ああ、何、美しい。知らんわ。え、いや、美しい、ふざけんな。食うやん。ゲームならんがや。待って待って、マジかよ。俺、美しいらずし。そりゃそうか、そりゃ島だ。そう、だからおかしいと思ってるんだって。なんでやんみたいな。で、ここで俺これもう島アイランドしか出んくて、で、孤立しとる島で孤島にしたの。うん。で、う、浮きは、浮きは、ワームでしょ。ワーム、ワーム、ザサビ、ザサビ、ミル、ルビー、カンベギ、イエーイ。いろいろありましたが、やつが悪いわ。いや、違う、待って、そもそも、お前がつくしって言葉を知らんのはびっくりしたわ。ツツジじゃ。調べろ。ツツジだって、お前、つくし組ってのがあったんだよ、かつて。ほら、全然違うよ。だって花だもん、つくし、ツツジって。この、うん、これだよ。恥ずかしい。ちょっと見せて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 。これこれ昔さ、ちっちゃい時とか取らんかった、針って。針取ってでも食う。河川敷とか行ってさ、うん、食わんし、食うし、花なんか食わんし。第1回いろいろありましたけど、どうでしょうか。これ結構ね、あの現場は楽しいです。そう、思ったより難しい。思ったより難しいね。やっぱ CP とかおもろいな。面白いね。いや、楽しかったね。今回はね、充実しました。久しぶりに、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、じゃあ今週も楽しんで楽しんで、それじゃあ、バイバイ。